人はすぐ喧嘩するんだから。あのベールさん、同じメモリーコアの女神メモリーを使ったら姉妹になるという話、私も聞いたことないんですけど。まあそうなんですの。でも私の国にはそう伝わってますもの。嘘ですよね。こういうのは言ったもの勝ちですのよ。そうですか。それにしても、ほらほらネプギアちゃん、遠慮しないで、もっと甘えていいんですのよ。ベールさん、本当に話して。なんか柔らかくて気持ちよくなってきた。こっち来てからお姉ちゃん冷たかったり、私を見捨てたりしてるし、この際ベールさんがお姉ちゃんでも。ああ、ダメダメ、気をしっかり持って。ずるいよベール、体で誘惑するなんて。あなたの性格の悪さ、なんとかならないのかしらね。今日という今日は我慢できないわ。性格ひねくれまくりのてめえに言われたくねえな。二人とも、いい加減にしてくれないと。ごめんなさい。悪かった、私が悪かった。だからな。想像しいことこの上ないですね。すっかり女神のたまり場になってしまって。皆さん、少しはお仕事してくださいね。Thank you.
にパトロール。ラムちゃん、そんな大きな声で。いいじゃない、私たちはいいことしてるんだから。だったら堂々とやんなきゃ。でもみんなに見られてる、恥ずかしい。もういつまでもそんなこと言ってちゃダメなのよ。私たちだってそのうち立派な女神になるんだから、人に見られることくらい平気になっとかないと。でも女神だと？この子たち女神なのか？ええ、そう言ってたわ。だとしたら、女神が街中を歩いてたらびっくりもするわよね。ふふん、いいわ、私たちを信仰したいって言うならいくらでも。女神は不要な存在。女神なんかがいるから俺たちは。そうよ、女神なんていなければ。え、なんなのよこの人たち。きっと市民団体の人たち。なんか目が怖いわよ。なんで女神って信仰されるもんじゃないの？市民団体の人たちはその反対だから。捕まえろ、女神を捕まえろ。絶対に逃がすな。女神が治める国なんていらないのよ。ふざけるのも大概にしろ。貴様が余計なことをしてくれたおかげで。もうごめんなさいってば。てっきりマジェちゃんは爽やか系が好みかと思って。そんなに前のコピリーちゃんがラブだったなんて思わなかったのよ。だから誰がラブだ。お前さん、男の趣味が悪いよ。悪いのは男の趣味だけじゃないっちょけどね。こんなんだから生き遅れるのよね、かわいそうに。ガイアは黙っていろ。まったく、どうせ直すならなぜまともにしなかったんだ。だって普通じゃつまらないじゃない。面白いとかつまらないの問題か。こらこら、ダメだぞ。喧嘩はやめるんだ。俺様たちは固い友情で結ばれた仲間同士。どんな時でも手を取り合って一致団結、みんな仲良く。その気持ち悪い喋りはやめろと言ってるだろうが。そろそろですね、会議を始めたいんですけど。ああ、ならさっさと始めろ。貴様が議長だろうが。ごめんなさい。レイちゃんに八つ当たりしちゃダメよ、かわいそうに。それに会議と言うてもな、今さら何を話し合うんじゃか。世間じゃすっかり七賢人は悪者ってイメージが定着しちまったっちょからね。それは皆さんが手段を選ばずに暴れたり、簡単に正体を明かしたり、その上負けたりを繰り返したからで。何もしていない貴様が偉そうに言うな。負けたくて負けたんじゃないわい。ははは。
痛いところを疲れたな。でも言っていいことと悪いことがあるぞ。あ、すみませんすみません、口が滑りました。やってらんないわ。七賢人のイメージが少しでも良くなるように私一人で広報活動を頑張ってたのに、あんたたちのせいで何もかもが台無しよ。むしろ貴様のようなクソガキのせいで元々の印象が悪かったんじゃないのか。それもあるかもしれんな。この小娘の性格の悪さは折り紙付きじゃし。なんですって。これは広報担当もいよいよ交代っちゅかね。ついに真のマスコットの出番っちゅ。ワレッチューちゃんの需要はニッチすぎるんじゃないかしらね。ほら、喧嘩はやめろと言っただろう。そんなに元気が有り余ってるんだったら、よし、その元気俺様が全部受け止めてやる。さあみんな全力でぶつかってこい。どうせあいつがいてもうるさいだけじゃ。幼女のくせにヒステリックなんてたちが悪いっちょ。アブちゃん、見た目は子供だけど実は結構年だもんね。さてっと、アブちゃんがいなくなったところでちょっと私の話を聞いてもらえないかしら。なんだ、言ってみろ。真面目な話ね。私たちってば結構追い詰められちゃってるのよ。この状況をひっくり返すにはかなり大きな手を打たなきゃいけないと思うの。お、大一番ってやつだな。うんうん、いいじゃないか、燃える展開だ。なんで皆さんあのネデスさんの話だと真面目に聞くんですか。オカマの話だから聞くんじゃなくて、トシマの話だから聞かないだけっちょ。そんな意地の悪いこと言わないでくださいよ。はい、そこ無駄口叩かない。で、具体的にどうするかっていうと。なるほどの。では、ようやく実戦投入できるんじゃな。つまらん役回りだな。じゅう、またおばはんと一緒っちょか。嫌な予感しかしないっちょ。おう、任せておいてくれ。君の期待にはバッチリ応えてみせる。あの…あれ、なに、レイちゃん。また、あれも一緒に行うんですか。今さら躊躇してもダメ。私たちもう割と引き返せないとこまで進めちゃってるでしょ。それはそうですけど、でもそれじゃ決まりね。みんなの準備が整い次第結構よ。くれぐれもアブちゃんにはバレないように。お姉ちゃんの特技ですから。あの子たちもだいぶ